万太郎が見つけた新しい夢、目標。それは人生をかけて長く大きなものになっていく。爛漫。植物に対する万太郎の考え、やり方は、植物学教室の考え、やり方とは違うものでした。植物学教室というよりも、田辺教授の考え、やり方。完璧で美しいものだけを残すという教授は、万太郎という異端児を受け入れる、おおらかな心を持っているようですが、逆に1ミリの狂いも許さないような完全主義的な考えもあるようです。あの頃の日本は西洋に比べて遅れてはいたのですが、西洋のものが素晴らしくて、日本は全てにおいて遅れている。そんな強烈な心も持ち合わせている感じですが、しかし、日本の未来のことをとても考える、先見の明を持ち合わせている人でもある。田辺教授という人は、とても謎めいている人です。第40話のお話は、寿恵子と夢中になって植物の話をしていた万太郎は、急に思いついた。それは、日本中の植物を載せた植物図鑑を作るという万太郎が生涯をかける仕事を見つけた瞬間だった。そして万太郎は藤丸と波多野、長屋の住民丈太郎を牛鍋屋に誘い、皆と話すうちに植物図鑑を作る前に、まずは植物学の雑誌を作ろうと盛り上がった。一方、寿恵子は、叔母の三重に頼まれ、元薩摩藩士の実業家、高藤のもとへお菓子を届けに行くと、そこに田辺教授の姿もあり、いろいろな運命の道が伸びていきそうです。第40話は、このようなお話になるようです。寿恵子と話しているうちに、万太郎の人生をかけた目標を見つけた瞬間。実際にモデルとなった牧野富太郎博士は、牧野日本植物図鑑を1940年昭和15年に78歳で刊行しています。1884年、明治17年に上京し、帝国大学理科大学、現在の東京大学理学部の植物学教室に出入りし始めたのが22歳ですので、実に56年もの時間をかけて完成させています。それまでは様々な植物に関する雑誌を創刊しているのですが、継続は順調ではなかったようです。それでも諦めず続けてこられたので、成し遂げられたのでしょう。ドラマの万太郎も夢、目標ができたということと同時に、あらゆる苦難や苦労もできたということなのかもしれませんね。そして寿恵子は実業家の高藤という人と会うようですが、寿恵子の人生も動いていきそうです。第39話では、藤丸と波多野は万太郎がどんな人なのか少し分かってきました。彼はただの厚かましい人ではなく、真剣に植物学を目指す人ということ。朝から泥だらけになり草花を取ってくる。彼のような人は見たことがない。万太郎にとって植物採集は特別なことではなく、いつもやっていること。大学の植物採集は期間を決め、大掛かりな規模で計画的に行います。牧野さんはさ、毎日が植物採集なんだね。教授と違うな。藤丸は万太郎に興味を持ったようでした。彼は
少し変わっているけれど、悪い人でなく、植物が好きなだけの人。藤丸と波多野には、彼が面白い人に見えたのでしょうか。彼もこの二人となら仲良くなれそうです。波多野は白爪草を庭に植えていました。庭で白爪草が増えれば、ウサギも喜びますね。増えすぎると教授に怒られそうだと心配する波多野。ユーシーは喜ぶんじゃない？藤丸が言っていたユーシーとは田辺教授のことなのか。白爪草は欧米から来た植物なので、アメリカに留学していた田辺教授にも馴染みがあるのかも。学生が密かに先生をあだ名で呼ぶことはよくあります。だとすると、なぜ田辺教授のことをユーシーと呼ぶのか、とても気になります。万太郎は大学の植物標本の中には捨てられるものがあると聞いて驚いていました。完全でない標本は検定する必要がありません。彼にはどの標本も立派なものに見えますが、完全な標本とはどういうものなのか疑問を感じました。花も果実もついた検定に重要な性質をすべて兼ね備えた標本。大久保は完全な標本はどういうものか説明します。大学に保存される植物標本は完全なものでなくてはならない。そんな田辺教授の意向に従い、標本を管理していました。欠けている標本は後でまとめて捨てるので。波多野は彼に教えてくれました。捨てる？万太郎は名前もわからないまま標本を捨てると聞いてとても驚きます。欠けている標本は判定もできないからな。大久保の言葉に彼はつい反論してしまいました。いや、できますき。彼は高知で植物採集をすれば必ず本で調べ判定してきました。だから植物の一部を見ればわかることもある。実際に彼は捨てられる標本を判別することができます。完全でない標本も学名を調べて保存した方がいい。彼は大久保に提案します。勝手なことするな。大久保はまだ彼を信用していないらしく、反論されかなり怒っていました。ここでは植物を愛することよりもっと大事なことがある。逆らってはいけませんよ。万太郎は野宮に言われたことを忘れていたようです。植物を愛する彼は、名前もわからないまま捨てられる植物をかわいそうに思っただけですが、このことが何か火種になりそうな気がします。大久保がいない間に藤丸が彼に教えてくれました。教授は美しいものがお好きで、美しいものとは完全なものだけを指す。田辺教授は外国の詩の言葉を口癖にしていること。彼が植物学の研究だけではなく、西洋の詩を書くこと。アメリカに留学した田辺教授は、漢字すら必要ないと思っています。西洋に詳しい彼は、井上外務卿に頼りにされ、鹿鳴館の授業にも関わっているということでした。バイオリンを演奏するなど多彩な田辺教授。芸術に秀でた人間は奔走せねばならない。田辺教授は植物学一筋というわけではなさそうです。
どちらかといえば、徳永助教授の方が、わからないだけ植物学に力を入れているかもしれません。しかし、徳永助教授が植物が好きかどうかは疑問。東京大学植物学教室の教授たちは、博物館の野田先生や里中先生とは違うようです。植物に対する情熱は、彼とは温度差があるかもしれませんね。久しぶりに白梅堂に寄った万太郎は、かるやきが店にあることに気づいたでしょうか。寿恵子は万太郎が好きなかるやきを定番商品にし、彼が来るのを楽しみにしていました。彼女が自分に会うのを楽しみにしていたとは、彼は知らないと思いますが。そして店にはボタンの絵がちゃんと飾られています。新作のボタンの葉に包まれたお菓子を見て、万太郎は嬉しそうでしたね。ボタンの葉はまさにこれじゃき。お菓子より葉の形に感心するのが彼らしい。自分の描いた絵がお菓子になるのは楽しいですね。万太郎が張り切って絵を描くのもわかります。ツボスミレの葉や、ドクダミの葉の形なら、あんも包みやすい。絵を描いて見せる万太郎は、とても親切でした。そして彼女に、自分の一番好きな花を描いて見せました。バイカオーレン。母が好きだった花。幼い万太郎は、母のため、一人でバイカオーレンを山に探しに行った。ヒサはこの花がとても好きでしたが、花の名前は知りませんでした。母を亡くした彼は、この花の名前を知るため、植物の勉強をするように。万太郎は大切な思い出を寿恵子に話しましたね。大事な花なんですね。見てみたい。本当に可愛い。寿恵子は彼の描いたバイカオーレンの絵をとても愛おしそうに見ていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。